演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーで買った輸入ジュース3種類を飲み比べてみたいと思います。こちらがリンゴジュース、こちらがブドウジュース、こちらがマンゴーネクターです。マンゴーネクターってこの前の缶でもあったような、あれとはまた違うのかな。どれからって気になりますけど、やっぱり最初はシンプルなリンゴジュースから飲んでみたいと思います。ちょっとこっちに下がっておいてね見えないからね。ではどんな感じかな。トルコ産なんですね、これ全部そうなのかな。ではこれ振ったりとかしなくていいのよね。今もう開けちゃったけど、あれよく振ってからって書いてますね。ちょっと少々お待ちを。では見た目はよくある透明のリンゴジュースですね。こぼすと嫌なんでしっかり締めとかないとね。はい、ではなんかこうしたのとちょっとビールっぽくも見えなくもないような。まあ飲んでみます。リンゴはトルコって言ってもそこまで変わらないんだな。ということはつまりそういう味ってことです。次はブドウジュース。なんかここに回線方法と上手な注ぎ方っていうのが書いてありますね。に振っとけばよかった。これによると、こう注ぐの？見た目はワインみたいな鮮やかな紫色、赤ワイン、あ、ワインもブドウジュース、もう舌が回ってねえわ。ブドウジュース、はい、こんな感じです。グラスの方が良かったかな。あ、もちろんワイングラスのことですよ。では飲んでみます。ブドウもそこまで劇的に違うってわけではないですけど、なんだかすっきりしていますね。こういうのいいね。はい、最後はこちらマンゴーネクター。揺れてるのかな。ではなんかマンゴーのこういうジュースって初めて見る気がするな。食べたりとか缶とかはあってね、どんな感じなんだろう。この前の缶とはまた違う。うわー、最後の最後で悲劇に見舞われた。色は確かにマンゴーですね。まあ、ネクターって書いてあるんだから当然ですけど、これでマンゴーが入ってなかったら何なんだよこれって話ですからね。では飲んでみます。マンゴーはネクターだから前の2種とはちょっと違いますね。どっちがいいかっていうわけではないですけど、リンゴジュースはもういわゆる普通に美味しいリンゴジュース、リンゴジュースと言われて想像するような味でした。結構すっきり感があって朝飲む時とかいいかもしれませんね。こちらはそういうリンゴは健康にもいい、まあジュースにってちょっと怪しいですけど、と思います。朝に一杯におすすめ量でこちらの点数とさせていただきます。そして2つ目のこのブドウジュース、こちらもブドウの味が結構しっかりしていて、果汁 28%、 いや 30% か 30% で入ってあるんですけど、結構すっきりしましたね。そしてなんだけど甘ったるくわけではなく、なんかうまいとは言えないんですけど、ちょうどいい感じにまとまっている、そんな感じでした。ブドウジュースってなんか案外飲む機会がないので、こういう風に飲めたっぷり飲めたのも嬉しいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そしてこのマンゴーネクター、これはネクターなので他の方でちょっとドロッとした感じがありましたね。ドロッとしていて、それでもマンゴーの風味が口の中に広がってきましたね。
プリンとかで食べるのと遜色ないマンゴーの風味なんですが、ネクダなのでごくごく飲めてより感じやすくてこっちの方がいいかなと思いました。マンゴーが好きなのはぜひおすすめしたいので、これもこちらの点数とさせていただきます。業務スーパーの輸入ジュース、とっても美味しく飲むことができました。それサクラミヤ、後悔するまで追い続ける。桜をずっと見たいんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武、永遠に。